T-14 とは、ロシアの戦車である。ロシア連邦軍の次世代走行戦闘車両シリーズ、アルマータ共通戦闘プラットフォームを構成する。車両の一つで、第四世代主力戦車に相当する。無人砲塔を採用し、乗員の生産性や、紫外線を考慮した構造となっている。2015年モスクワ戦勝記念日パレードにおいて、初めて公開された。 2017から18年に量産を開始予定で2020年までにロシア軍は T-14 を2300両取得する計画である。近い将来遠隔操作が可能になるとされている。なお、アルマータとは前日のように T-14 をはじめとする走行戦闘車両シリーズの総称なので T-14 自体を指す名称がアルマータというわけではない点には 注意が必要である T-95、T-14 の最大の特徴とも言える無人砲塔は T-95 ですでに採用されていた。ソ連時代から続くロシアの原用主力戦車といえば T-64、T-72、T-80 及び T-72 の改良発展型である T-90 だがこれらの戦車は 西側の第三世代主力戦車に対してややみを取りした。2008年のグルジア戦争を機に予備補完となった T-64 は、ともかく1980から1990年代から T-72 や T-80 の近代化計画は存在したものの、ソビエト連邦の崩壊の煽りや予算不足によりこれらの計画は頓挫するか。 近代化が施されても少数の戦車にとどまった。だが2000年代にウラジーミル・プーチンがロシア大統領に就任すると国防予算も増加傾向に転じたため2004年には T-90 の中でもさらなる発展型である T-90 への配備が可能となった。これと並行してロシアではソ連末期から西側の第三世代主力戦車にも 対抗可能な新型戦車として、次世代主力戦車の開発が進められていた。T-80 ウムに、チョールヌイオリオールと T-95 である。後にチョールヌイオリオールは2000年に製造メーカーの、オムスク輸送機械が倒産したことから開発が中止され、次世代主力戦車は T-95 に一本化されることとなる。 T-95 は 135mm または 152mm 格好砲を搭載した無人砲塔を採用し、乗員は車体全部の走行カプセルに乗せ、自動装填装置は、ロシア戦車では比較的採用事例が多かったものの、誘爆の危険性が高かった火星とか式を改めるなど、生産性を重視した設計となっていた。 2000年代末の時点で、ロシア軍は T-90A を配備しつつ、T-95 の実用化を急ぎ、T-72 や T-80 の近代化は行わない方針をとっていたが、2010年、T-95 は、冷戦時の計画に基づく T-95 は、コンセプトが古い、費用対効果が低いなどの理由で、開発中止となってしまった。また2011年、 T-90A も所詮は T-72 の17番目の改良型であり、世界の水準に達していないとして、新規の生産、配備の中止が決定。5年間は戦車の新規調達を行わず、当面は圧倒的に配備数の多い T-72 の近代化回収により、戦力の底上げを図る方針となった。しかし同時に、2015年をめどに、 新型戦車の調達を開始するという方針も打ち出され、翌2012年にロシア軍走行車両体系の近代化計画が発表された。この計画は複雑化していたロシア軍の走行戦闘車両を4つの共通車体によるファミリー化で整理するという計画である。その4つの共通車体とは、であり、T-14 はこのうちアルマータの車体を利用して製作された。 主力戦車である。開発には5年を要した。T-14 は無人砲塔を採用し、3名からなる乗員は全員車体に登場する。砲塔にハッチが見られないことに注目。T-14 の最大の特徴として、無人砲塔を採用し3名からなる乗員は全員車体に登場していることが挙げられる。これは T-14 が最初というわけではなく、 T-95 やアメリカも MCS で無人砲塔の導入を検討していたが、両者とも開発中止になっている。従来の戦車では、戦車長は砲塔の上から主に肉眼や聴覚により周囲を索敵していたが、T-14 ではこれができないので、テレビジョンや赤外線暗視システム等をはじめとする電子工学的手段で周囲を索敵することになる。 しかし果たして戦車長が互換なしに周囲の状況を把握しきれるのかなど実戦に投入しなければわからない部分もある。T-14 の手法はかつてのソビエト、ロシア戦車が採用していた 125mm、格好砲に A46 に変わり、125mm、格好砲に A82 から 1M が採用された。これは排煙機がないこと。 発射速度が10から12発、ふんと高いこと、有効射程 8km であることが特徴である。公式発表によれば戦車サイズの目標補足距離は、光学照準機を使った昼まで 5km 以上、熱画像装置を使った夜間で 3.5km ほどと、される。放射用光学照準機は、 倍率4倍と12倍の切り替えが可能で、レーザー測距義の有効射程は 7.5km とされる。これらのシステムは重複して搭載され、その他に乗員の社外視察用に360度旋回の高解像度カメラが用意されている。2A82 から 1M の手砲弾として開発されたバキューム1装弾と付け翼安定鉄鋼弾は 90cm 超の 関鉄体からなり、射程2000メートルからの換算で100センチメートル相当の関鉄力を有する。また、砲塔内には45発のすぐに使用可能な弾薬を搭載できるという。また爆発モード切り替えが可能なテリンク榴弾が用意されている。発射型対戦車ミサイルとして 2A82 から 1M 専用に開発されたサンユーブック21スプリンターは、 対空目標にも使用が可能である。砲弾搭載総数は45発で、うち32発を自動装填装置に格納する。T-14 の副武装として12.7、魔高度重機関銃と7.62メートル MPKTM 機関銃があり、弾数はそれぞれ300発と1000発が装填される。これらは2つとも遠隔操作により使用される。 また再装填用に銃弾が先発搭載される。12.7mm 機関銃は、砲塔上に装備され、砲塔前面にもおそらく 7.62mm 機関銃を積載するためと思われるスリットがある。T-14 はディーゼルエンジンである CHTZ12-360 を使用しており、1200馬力での走行時間は1万時間である。 T-14 は12段階の出力を出すことが可能な自動変速機を使用している。最高速度は時速 80km から 90km で行動可能距離は 500km である。直接防御力 T-14 独自の特徴として、砲塔内に乗員が登場せず、車体全部の走行カプセルのうちに3名全員が登場する。走行カプセルのアイデアは、 以前に計画された T-95 戦車から考案されていた。この部分は鋼鉄、セラミック、合成材料でできた複合装甲である。また、44SSVSH と呼ばれる金質圧延板装甲を持ち、必要な防御力を損なうことなく15%の軽量化に成功し、北極圏の温度下でもその性能を損なわないという。また、 車体の側面全部には爆発反応装甲、側面後部には軽自装甲を装備し、対戦車ミサイルなどの整形策役弾に対する防御を図っている。ただし、軽自装甲はヒート弾の炸裂を防ぐものであるため鉄鋼弾などに対してはほとんど意味がない。間接防御力砲等に乗員を登場させない、ことで乗員の生存率の向上につなげている。また、 アフガニトと呼ばれるアクティブ防護システムを装備しており、砲塔側面下部に固定式の発射器がある。これはハードキル型の防護システムであり、対戦車ミサイルのほか、アップフスズも迎撃可能である。現在秒速1700メートルまでの目標物を迎撃可能であり、将来的には2500秒速3000メートルまで増えるという。 ベニス・マントロフロシア産業貿易大臣は2015年5月26日のカイロ訪問において通信社ロシアの今日に対して T-14 をエジプトに輸出する準備ができていると話している。また T-14 の製造元であるウラルバゴンザボート社はロシアの軍事装備や武器博覧会にエジプトからの代表団を招待した。ロシア大統領補佐官 ウラジーミル工人は2015年の戦勝パレードに出席した中国やインド、ベトナム、アルジェリアといったロシアの友好国や第三世界の国々は T-14 などのロシア製軍事装備に興味を示したと語った。だが中国の兵器製造企業、中国北方工業講師は自社製の VT-4 の方が T-14 より機械的信頼性、 破棄完成装置、コストの面で優れていると主張する。ありがとうございます。